オルベテロは、イタリア共和国トスカーナ州、グロッセート県にある、人口約1万5000人の基礎自治体。ローマの北西約1 2 0トルに位置するオルベテロの石湖は、戦艦機のイタリアにおいて、水上飛行場として利用され、大西洋横断飛行の出発地など、イタリア空軍の航空イベントの舞台となった。オルベテロの集落は、関湖中央のサス城に立地する。 グロッセート県南部、マレンマ地方に属するコムーネである。オルベテロの集落は、県とグロッセートから南南東へ、約3 7トル、州都フィレンツェから南へ、約1 4 8キロメートル、州都ローマから北西へ、約1 2 0トルの距離にある。コムーネの領域は、ティレニア海に面しており、南西部にはオルベテロ型が広がっている。セキコの対岸は、 モンテ・アルジェンター・リオである。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、本土側からプロモントリオに向かって三本のサスが伸びる。西北側と東南側の日本によってプロモントリオと本土が結ばれており、もともとは島であったプロモントリオを陸系島にしている。中央のサスと堤防によってオルベテロ型は二つに分けられており、西側の石港を ラグナディ・ポネンテ、東側の石湖ラグナディ・レバンテという。石湖一帯は重要な自然保護区である。オルベテロの中心集落はコムーネの南部、石湖に突き出した中央のサスの上に位置している。コムーネ中部、アルベーニア川川口にはアルビニアの集落がある。このほか、コムーネ北部の沿岸部にフォンテブランダとタラモネがある。コムーネ南部のアンセドニアは、 ローマ共和政書記の植民思考差に起源を持つ。また、コムーネ西部のプロモントリオ側には、ジャンネラがある。オルベテロは、エトルリア人の居住地であった。植民思考差を築いた、ローマ人は、紀元前280年頃に、オルベテロ一帯を、その支配下に収めた。紀元前225年には、現在のタラモーネ付近で、 ローマ人とガリア人のテラモンの戦いが行われている。中世、オルベテロは、アルドブランデスキ家の所領であり、14世紀にオルビエートに変わった。ピティリアーノのオルシーニ家とオルビエートとの間に紛争が繰り返された後、死鋭な共和国の支配下に入った。16世紀の半ば、スペインの海外国家であるプレシディ領の一部となり、その首都が置かれた。 1646年には、西仏戦争中の戦闘であるオルベテロの戦いが、オルベテロ型周囲で行われた。その後トスカーナ対抗国領となり、以後1860年のイタリア統一まで、その支配下にあった。ファシスト政権下、オルベテロ型は、イタリア空軍の重要な航空イベントの舞台となった。イタロ、バルボ空軍大臣自ら率いるサボイヤ・マルケティエス55、 の変隊は、1930年にはブラジルへの大西洋横断飛行に、1933年にはアメリカ合衆国への大西洋横断飛行に、いずれもオルベテロ型から出発している。オルベテロの方は、ラムサール条約の定める、国際的に重要な湿地に登録されている。イタリアのラムサール条約登録地一覧も参照。 関湖城の土手道を走る SS440。かつては鉄道が走っていた。オルベテロモンテ、アルジェンタリーオ駅オルベテロモンテ、アルジェンタリーオ駅ピサとローマを結ぶ鉄道幹線で欧州自動車道路としても指定されている SS1 が地域を南北に循貫する。テレニア海の海岸沿いに南下した SS1 は関湖東岸を走り、アンセドニア北方に至る。 地域北部のアルビニアでは SS1 から SS74 と SS323 が分かれている。SS440 は SS1 から西へ分岐して、サス城にあるオルベテロの集落を貫き、ポルトサントステーファノに至る。ピサとローマを結ぶ鉄道幹線であるピサリボルのローマ線が地域を南北に従管している。かつてオルベテロモンテ、アルジェンタリオ駅からは、 モンテアルジェンターリオのポルトサントステーファノやポルトエルコーレとを結ぶ鉄道路線があったが第二次世界大戦で破壊され、その後再建されなかった。ありがとうございます。